230チャンネルへようこそ。モネの庭とは、この庭は睡蓮で有名な画家クロード・モネがこよなく愛したフランス・ジヴェルニーの庭をモデルに作られています。色とりどりの睡蓮と揺らめく水面、太鼓橋や藤棚、バラのアーチ、混ざり合う光と花の色。庭を散策すると彼が描いていた風景を垣間見ることができます。水鏡に映る木々や草花の美しい様子は、北川村の眩しい光と青い山海を背景に四季折々の自然模様を描き出し、草木の成長とともにその姿を変えていきます。光の画家モネが描いた理想の庭。印象派の巨匠クロード・モネは列車の窓から見たジヴェルニーの景色の美しさに心を奪われ、43歳でフランス北部にあるジヴェルニーに移り住みました。そしてセーヌ渓谷の肥沃な土地に理想の家と庭を作り上げました。ジヴェルニーの庭は彼の創造の源泉となり、睡蓮などの多くの名作を生み出す舞台となりました。北川村モネの庭マルモッタンでは、この庭と家をクロード・モネ財団の指導を仰ぎながら彼の精神とともに再現しています。